ダインコープ社の本社ビルダインコープインターナショナルはアメリカ合衆国に本拠を置く民間軍事会社である航空機メンテナンス業も行っている1946年設立ボリビアやクウェートなどにアメリカ合衆国軍と共に展開し軍事サービスを提供している航空機を支援するダインコープ従業員1946年 カリフォルニアイースタンエアウェイズとして創業する。朝鮮戦争で第二次世界大戦の退役パイロットによる支援業務を行い、1962年にダイナレクションコーポレーションに改名。1987年に現在のダインコープという名義となった。航空支援、近接航空支援、朝鮮戦争、第二次世界大戦の退役パイロットのリクルート、 主にアメリカが州国軍。航空支援、近接航空支援、ベトナム戦争、枯葉剤の空中散布、クラスター爆弾、ナパーアーム弾など、使用目的の戦闘用航空機を運用。航空支援、近接航空支援、コロンビア政府が麻薬密売組織を解体する際、枯葉剤を空中散布するためのヘリコプターを運用。航空支援、近接航空支援、警備。 イラク、アフガニスタン、現地の治安部隊の訓練指導や戦闘用、航空機の運用などを担当した。1999年、ダインコープの社員が13歳、14歳前後の少女の人身売買、性的虐待に関与していたことが判明し、スキャンダルとなった。また、アフガニスタンでは、警備要員が民間人へ発砲した上、アフガニスタイ警察を訓練する際に、 その後雇用されたイタリアなどヨーロッパの国家憲兵に比べて指揮系統がはっきりせず訓練プログラムも実践的でなかったという。その他、イラクでの業務にて整備要員として経験のない者たちを雇用していたことも問題視された。EN、ダインコープインターナショナルハットキャプス、ロバート、セックス、スレーブホイッスル、ブロヤーズビンディケーテッド、サロン .com 2010年12月3日閲覧。ボールコバーツ、キャサリン、ザ・ウィスルブロア、セックストラフィキング、ミリタリー・コントラクターズ、アンド・ワン・ウーマンズ・ファイト・フォー・ジャスティス。ザ・ガーディアン、https、www.tguardian.com、ロー、2011、ヤン、22、ウィスルブロア・セックストラフィカーズ・ボスニア・ベイ政府が、育てた銃も撃てないど、素人警察。 ありがとうございます。